はい、皆さんおはこんばんにちは。どうも、ノーソップラビットの達也と春人と二人と沢尻エリカです。すごい嘘言うじゃん毎回。イエーイイエーイ。そんな何、沢尻エリカに似てるの顔が。はい、そっくりです。そこは別にやろう。幻想の世界。だって北川景子にも似てるって言ってたよ。うん、確かに。その人で似てない。どっちか。確かに、ね、いいの、夢見させて。これ絶対的に入れるし無理なんだけど。いないいないいない。これ夜になるやつっしょ。夜になりますよ。あ、なるの。出勤しないで。出勤。うん、夜になったら出勤しないで。ここは歌舞伎町じゃないわ。出た。歌舞伎町じゃない。ここは一緒じゃない。それ何回でもいけるわ。毎度ですね、これ。バカにすんな。どうやってこれを引き出せるかみたいなところある。エクスペクトパトローナム的なところあるよ、ね、そう。ここは歌舞伎町じゃない。デュエンターやっつけられるもん。ここは歌舞伎町じゃない。バカにすぎだわ。エクスペクトだもん。あれ、あ、ガソリン見っけ。あ、ガソリン爆発するようになったの知ってる、姉さん。え、いつ。ちょうどよく売ってる、売ってみ。え、無理、捨てる。じゃあガソリンのこと売ってみて、ボーンって。え、やっちゃうよ。ステップ4で売ってみ。やってみ。やっちゃいますよ。どうぞ。うわ。やばい。危ない。死ぬよ。すごい。何。めっちゃ楽しいんだけど。楽しいけど HP はやばいよね。あ、ほんとだ。え、うん、自殺できるもうギリギリになってる。誰か一緒に死んじゃう。ないいよ、なんでこのタイミングしない。一緒に死なぜ。エロゲーみたいに言わない、エロゲー感出さないです。なんか投げられた。何投げてるの。花火やってる。めっちゃ笑うやん。花火すげえ。もう夏が終わるで、君と夏の終わる。え、それ昨日見た。何を見た。あの花、あの日見た花の名前を僕たちは。主題歌のやつ。え、そう、めっちゃ泣いた、もう心が痛い。え、なんかそういうの見て泣いたりするの。え、もうボロ泣きですよ。鼻で笑うタイプだと思って。違う。いや、そんなことなくない。なんやねんこれ、作りもんやんけ。違う、なんか普段汚い世界にいるからそういう純粋なものを見ると泣いてしまうんです。いや、なんかちょっとやめてくれ。普段じゃどんな気持ちでこっち来てばいいの。マジで聞いてみた。あの日聞いた君の話をどんな顔して聞けばいいの。汚い音ね。弾がない。やめろ。弾がないよ。俺もタチ持ってるよ。ヒロシ。で、車ももう、ヒロシちゃう。タチヒロシ。好きそう。バブリーじゃん。19歳のバブリー。夏。あったっけ？弾がない。あれ、なんだっけ？入れ替わっちゃうやつだよね。あの、ガッキーのやつ。あ、入れ替わっちゃうやつ。あれ、超かわいい。知らない？君の名はのモデルになったやつ。ちげえよ。え、そうなの？やめろ。いや、嘘、ごめん、嘘だよ。入れ替わるけど、ちょっと信じちゃうやつ多すぎない、うん、このパーティーやばい。パーティーセカンドすなお前。玉がありません。何の玉が欲しいの。わかりません。黄色5ミリ。わからない、これなんだ。わからない。赤81式の玉。赤だね。あ、じゃあ赤じゃん。こっち来て、こっち来て。赤、あ、赤い玉3。いいから、こっち来いって。はい、いいから。どこ近くにいる。一緒の家にいる。ここに来て。これでしょ。あ、いた。あげる。あ、これ、あ、ありがとうございます。大好き。なんで、あ、めっちゃ言うやん。わかんなかったから。ありがとう。これは、お金発生するね。優しいことするとお金もらえる。そう。うるさいぞ。よし、サブロー。出勤だ。送迎したぞ。なんでサブローなの。キャバサブロー、キャバサブロー。今日はエリカ。今日はエリカ。エリカって呼ばない。日によって違うから。前回はケイコだった。ケイコ。それ今日も。動物浜口さん。まずい。あー、死ぬ。
ねえ、やばい、スタートしてる。ちょっと、ちょっと出勤途中に死んでるよ、これ。え、死んだ、ちょっと待った、車が止まった、傾いた。やばい、やばい、やばい。待って、夜になっちゃった。本当だ、嘘、俺懐中電灯持ってないよ。懐中電灯あるよ。頭光ってる、頭光ってるじゃん。嘘、ドンペリ、ドンペリドンペリ。待って、髪の毛なくなってる。今2人でいるの？2人でいるよ。ちょっとそれは、いやちょっと俺も待って。いや、青缶で 3P 聞いたことないよ。え、あるっしょ。おっと、青缶で 3P ある？あるあるある。やったことあるか？やったことあるの？私初めてやったの外だし。ええー、ちょっと詳しく、小1時間詳しく。楽しそう。まあね、そんな感じですよ、田舎なんて。なんで外なの？蚊に刺された。やっぱ蚊に刺された。めっちゃ刺された。刺されたんや。蚊にも刺されて、そう、男にも刺されて、痒くなりながら。違う、私が刺したの。刺した、私が刺した。どういうこと？あ、アンチ恵まれてるね。やばい、じゃあいけちゃうよこれ。ジープキープしといたから、ジープオンビリービーしといたから。ジープオンビリービー、ジープオンティー。キープオンビリービー、キープオンビリービー、キープオンビリービー。え？何これ？めっちゃ驚くな。スコープが緑になってるよ。すごいよね。あ、これはすごい。ね、みんな。気持ち、え、何？お、スコープ 見たらさ、緑だよ。見た見た。そうそう、その暗視スコープつけてると。え、知ってた。しかもこれ4スコ相当だよ。知ってた。え、知ってるよ。これいると思うよ、ここ。いる？多分。怖い怖い怖い。だってもう最終暗視のセンターだよ。殺してやる。俺が全員。95式、5mm、5mm ある、5mm。カーテンついてるし。え、入れない。これ暗視スコープの方がいいのか。カーテン入れないんだね。変なの。あ、ガソリンある。え、どんぐらいの範囲で爆発するの？何が？めちゃくちゃ広い。広い。部屋の中でやったら死ぬ？あ、だからそういう殺し方あるから。ガソリンで？え、どこにあるのガソリン？1階にあるんで。俺の部屋。え、どこにあるの？同じ部屋かな。神経、あ、この部屋か。天モードだ。あるよね、ここ。あるね、あるね。なんかめっちゃ構えてるやん。いや、危険だよ。うわぁ、びっくりしそう。何してんの？え、食らった？いや、ガソリンで矢の殺してやろうと思ったら俺だけ食らったんだけど。俺食らってないよ。ふざけんなよ。いや、今回もヤバサブロにちょっと質問してよ、確信をついた質問。あ、俺、用意してきた質問。前回だとさ、あの、織田信成っていう名言が出たじゃないですか。あ、じゃあ好きな戦国武将。戦国武将、織田信成。思い出してきたらいいよ。織田信成って言ってる。好きな武将は、じゃなくない、はい、確かに織田信成ですっていう。氷の上まで滑れちゃう武将っていう。それ勝つわ。もうちょっとあれ、あの、分かりやすい質問してほしい。あ、じゃあ、はるくんから質問考えたやつ。聞き迫った状況の時に聞くのもあれなんだけどさ、はい、好きな男性のタイプとかって。お前さ、本当に考えてない。時間返せよ。いや、気になるやん。本気で狙いに行くから、こいつ。いやいや、そういうんじゃないけど。気をつけてください。なんだろうな。視聴者も気になってると思うんで。松崎しげる。めっちゃ黒い。いや、見えんよ。夜見えんよ。夜しか起きてないじゃん。それがいい、それがいい。いや、そうやで。もし今このマップにいたら横からいきなり来られてもわからんの。いや、マジ、松崎一番強いから。向こうの方向に発見した。あ、やられた。どこ？え、家にいる。今俺が死んだとこの。あ、結構遠いな、じゃん。パンパン行ってんな。え、むず。大丈夫だよ。あ、痛い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 。え、ちょっとやってよ。暗くて見えない。やばいね。お、敵いる敵いる。あ、今俺のモザイク。いや、モザイク。どこ？敵いた敵いた。でも分かった分かった。どこ？よっしゃ、頭打った。なんで知らねえんだよ。ナイス。これ懐中電灯消してる。みんな消しとる。あ、車来た。え、車来た、車来た。車やった方がいい。どっちだ？どこ？あ、いたいた。
見えねえんだけど。早くやって、キャバちゃん。あれあれ、ちげえわ。暗いね。暗すぎて。待って、誰か来てる。あ、いい。よし、抜いた、抜いた。待って、家の中行かれてない。あ、撃たれた。撃たれた。撃たれた。死んだ。おお、中断すげえ。中断でやられた。あ、死んでた。中断で殺された。惜しかった。動くの怖くない？ものすごく怖いこれ。てか角キルじゃない俺二人とも。あ、そう。くそ、偉っ。もう一人の俺やれるわ。家の中とその車にいるよ。車ならへんよね。うお、そう。あ、見つかる。もう一人、もう一人いる。タイガー気をつけて、奥にいる。手前にもいたよね。うわ、危ねえ。俺多分まだ見られて、やばい、バレたバレた、やばいやばい、もうポジしちゃった。俺のこと触れない。おお、うわ、いや、3人いる。めっちゃいるやん。新しいパーティー、やべえ。いや、待って、めっちゃ強すぎない？怖い、怖い、強い。うわ、めっちゃ強い。キャバクラ行きてよ、普通に。ゲームなんかしてねえで。やばいでしょ、これ。これ上がってくる。いや、来る来る。超怖いんだけど。いや、それはきつい。うわ、それは無理や。切れなくなって、死ねん涙こらえて。